資本主義経済論経済学特論第1回。こちらは、検事選考の行為の破れをどう解釈するか。えー、こ,この問題を通じて、えー、先ほど勉強した行動経済学の特性について考えていきたいと思います。さて、えー、検事選考の行為というですね、サミュレソンという経済学者が、えーま、証明した行為があります。 でこれはですね、あの、経済という活動を行う人の行動原理について、私たちね、知ろうと思っても、その心、まあ、あるいは頭の中をですね、こう見ることはできません。私たちが観察できるのは行動だけになります。でこれをですね、ちょっと私の、あの、ま、仲良くさせていただいている共同研究者の え、林隆先生というですね、まあ、日本で、まかなり偉い先生なんですけれども、まあ、彼の表現を使うと、我々は脳みそをかっさばいて中を見ることはできないのでっていうね、まあ、要するに、何だろうな、本当に人の心を読んだりとか、その、まあ脳、脳みそのここがね、あの、今発火してるから、この人は、本当はこう思ってるとかね、そういうことはわからないんですよね。ただ、行動から、きっとこうだろうということを、あの、想像するしかありません。 想像というと、ちょっと表現がね、遠いですけれども、まあ、えー、まあ、推論するというかね、そういうことですね。まあ、あの、あれですね、っと探偵が出てくる番組で、割とこう、そういうのをよくやってるのって、うん、コナン君かな。うん。で、まあ、検知された、つまり観察できる行動とか、まあ、事実から意思決定がどういうふうに行われたのかということを推測するっていう行為が必要になってきます。 でこれはですね、私が好きな、あのー、まあ、例えなんですけれども、え、賢治選考ってどういうことかっていうと、こう、百人一首にですね、とてもいい歌があるんですね。で、これはですね、忍れど、色に出にけれ我が恋は、物や思うと人の通までというですね、こういう歌なんですけれども、これは、えー、ね、 わからないようにしてたけれども、バレちゃった、ね。自分が恋をしているということがバレちゃったよっ、ね。誰かのこと好きなんじゃないのというふうにあの他人に聞かれたよというね、そういう歌なんですね。だからこう隠してるつもりだったんだけれども、隠れ、ね、隠せなかったということですので、まあ、このようにですね、こう行動から自分の選考がわかってしまうというのが、検事選考の行為になります。 さて、それはですね、このシャムエルソンによる先行のジャッコーリー、ね、そのうちの縮小性というね、あの、ジャッコーリーの方について説明をいたします。まあ、これがですね、決して、こう、難し、まあ、難しく感じるかもしれないけど、どう考えても、そりゃそうだよな、というようなジャッコーリーなんですね。それではちょっと、あの、小難しく見えますけれども、一緒に考えてみてください。まず、牛丼を、 ね、食べることにします。つまり、これが空間を考える、ね、ということになります。今、消費の空間として牛丼を食べるということを考えたので、次に、選択集合を考えます。これは、えー、牛丼を食べる場所としてどこに行こうかなということを考えます。そして、例えば、稲毛の牛丼屋さんという選択集合を一つ考えます。 今、稲城の牛丼屋さんという選択集合を B とします。その集合 B から、その要素である X。ま、つまり吉野屋さん。そして Y。ね。駅の反対側にあるすき屋さん。ね。これが選択可能であるとします。ま、本当はね、松屋さんもあるけど、今ちょっと問題をすごく簡単にするために、X と Y。 吉野家とスきヤだけにします。今、稲毛の牛丼屋さん、ね、まあ、駅前の牛丼屋さんからの選択が常に吉野家であるということが観察されました。ねえー、これ私の行動を見てると、まあ大体吉野家さんですね。でつまり、スキヤを選ぶことができるのに、 好き家ではなく、吉野家を常に選択しているのであれば、えー、その人は吉野家の方が好き家より好きということが言えます。ここで一番良い点を選んでくるという選択関数を、 チョイスですので、この紫色のね字になりますけれども、C の括弧と書きます。この括弧の中には集合が入ります。選択集合が入るんですね。ある選択集合から一番いい点、一番いい弦を選んでくるという、こういう関数が C 括弧になります。そして、今ですね、2つの選択集合、B、 この B は図の中のちょっと濃い丸で書かれているね稲毛ですね。そして C、ね、これはちょっとまあちょうど千葉なんですけれども、集合 C は、えー、薄い緑で描かれている集合ですね。でこの、えっと、B と C を比べたときに B は C の部分集合になっています。でこの集合 C の中から最も好ましい弦を X として、その X を、この選択関数を用いてね、書いてみると、そうすると、えー、集合 C から選んできた。 集合 C から選択関数で選ばれてきたのは X であるとなります。でもしそうであれば、この X という点ねえ、ずっと言ってるので、これは稲毛の吉野屋さんになるんですけど、この吉野屋さんは選択集合稲毛の中の最も良い点であるということになりますから、選択関数の中にですね、このカッコの中に稲毛という選択集合を入れても X が出てくるはずだということになります。 検事選考の行為からの逸脱の捉え方が実験経済学と行動経済学では違っています。それを見ていきましょう。えー、まずはですね、観察される行動がこの考えていることや選考を正直に示しているとは限らないということをね、考えてみましょう。まあ、あの、目的は何であれ、ある程度嘘をついていることもある。ね、その可能性もあります。 そうするとこう、ゲーム的な状況に起きる戦略である可能性もありますね、まあ。しかしながら、まず大事なことはですね、実験経済学の立場だと、どういうふうに考えるかというと、いや、正直に回答していても、確率的に回答が揺れるんだ、というふうに考えます。そしてそれに対して、行動経済学の考え方では、 正直に回答していても問題の提示のされ方によって回答が系統的に変わってしまうことがあるんだというふうに考えます。この行動経済学の考え方をフレーミング効果と言います。さて、この違いをかあの考えるために行動経済学の重要な考え方を復習しておきましょう。まず私たちは第一にですね。 フレーミング効果、つまり物事を編集しているということなんですね、えー。私たち、あの、最近はですね、自分たちの顔をですね、編集したりしていますけれども、あの、世の中を捉えるときにですね、世の中の事象とか、自分に起きた出来事、あるいは記憶でさえも自分で編集してしまいますよね。まあ、ポジティブな人って多分いいことを、こうね、主にこう、 全<前>面に <laughs> 押し出してきて、そして、こう、逆に、こう、ネガティブな、ね、人、まあ、注意深い人っていうのは、あの、まあ、起きてきたことの中から悪かったこととかをですね、全面に落ち、まあ、前の方に押し出してきて、そして、それについて考えるということになりますね。で、このように、まあ、私たち自分に起きたこと、見たことをフレーミングしてしまいます。私もですね、結構ですね、こう、 あの、直感的に、あの、物事を見たときに間違いやすい人間なんですよね。なんていうのかな。こう結構正確に、あの、ちゃんと文章を読めなかったりするので、まあ、自分は、あの、結構ですね、実験経済学の立場にあって、行動経済学の考え方をが、まあ、そんなに好きではないんですけれども、まあ、当てはまってるのは、行動経済学の理論の方が、自分の行動を説明するのは当てはまってるなと思います。 うん、あ、ちょっと余談でした。この授業の、中で使われている、このね、カメラを持った人の姿。というのは、え、私たちが日々ですね。え、フレーミング効果というのを使っている。まあ、つまり編集を行っているということなんですね。この編集を行っているというのが、まあ、日常的に行っているということになりますので。えー、まあ、これを表現したいと思って、この。 ファインダーを覗いている男の人の写真を使っています。そして2つのシステムがあります。システム1とシステム2の違いについては次のスライドですぐ復習します。さて、3番目に私たちはエコンではなくヒューマンというね、こういう考え方を行動経済学者は行います。 つまり、経済学が仮定するような合理的な人間。まあ、よく考えて、ね。 この合理性っていうのは、あのー、これから出てくるゲーム理論の中では、もう必須の過程なんですけれども、えー、自分のこともよく考える、そして相手がどういうふうに動いてくるのかもよく考えるといったような感じなんですね。で、このような合理的な人間というのをエコノとするのに対して、現実の人間はまあそこまでですね、しっかりと常に実行してるわけじゃないよということで、ヒューマンと呼んでいます。 システム1を使っているとき、特に私たちはヒューマンであります。まあ、システム2を使ってもですね、必ずしもエコノであるとは限らないというのが、まあ、行動経済学者のみならずですね、実は規範的な経済学において、まあ、著名なあの論文をたくさん書いている人の中から、アマルティア1000という、ね、経済学者の考え方をですね、最後の方で紹介したいと思います。 まあこのエコンなのかヒューマンなのかっていうのはもう私たちが合理的なのか合理的じゃないのかっていうね結構大きいあの問いかけになってしまうんですねまあしたがってここではですねシステム1なのかシステム2なのかっていうことをまあ中心にこの先行動経済学者が考えてるようなえ私たちのこうね 選択なのか、それともそうじゃないのかということをあの、ちょっと、あの、ある例を考えながらですね、一緒に勉強していきたいなと思います。そして大切なことですけれども、ヒューマンは系統的なエラーをします。つまり、エラーがですね、あの、なんか確実的に起きてくるのではなくて、系統的にエラーをするよというのがヒューマンです。 それではシステム1とシステム2の復習をしておきましょう。システム1は自動的に高速で働き、努力は全く不要か、必要であってもわずかである。ね、なんか無意識にできちゃうみたいな感じですね。そして自分の方からコントロールしているという感覚は一切ないということになります。 そうですね。まあ私なんかも、例えば毎日、えー、ね、自動販売機の前に学校行ったら立ちますけれども、その時はですね、もうあの、すべてのメニューを思考もねあ、今日はどんなメニューがあるかなって見るわけではありません。その時は、えっ、ー、と、まあお茶が飲みたいなっていうことで、いつもあの、ね、お茶は、 あの、どこにあるかなまあ、いつもだいたい左側にあるからね。そして左側にもしもですね、あの、2本お茶があったら、あの、この同じお茶があった時にですね、どっちのお茶を買おうかななんて考えたことないですよね。まあ、こういうシステム1ですね。それからシステム2ですけれども、これはですね、複雑な、あの、計算をするときに使うシステムです。 こう頭を使わないと絶対できないような困難な知的活動ですね。うん。あのー、まあ、そうですね。まあ、通常の買い物をするときに、意外とですね、このシステム2使ってると思います。やっぱりですね、いくら自分が持っていて、そして今月いくら使えて、今日の献立何にするかなって考えてるときって、 システム2じゃなかったらね、あのもうむちゃくちゃ買ってね、なんかこう使い切れなかったなとかってなっちゃうので、意外とね、日常的にシステム2か使うことってありますよね。で、まあ集中とかですね、それからまあ代替選択といったような主観的な経験と関連づけられます。さて、ここから急にですね、問いかける問題なんですけれども、初めての相手とデートに来ました。 白ワインメニューからどれを選びますかということでえ、ハウスワイン、シャルドネ、シャブリ、シャンパン、そしてドンペリね。ね、えーまあ。ドンペリはですね、シャンパンね皆さん知ってますよね。シャンパンの一番高いやつね。うんあのまあ、世の中にもっと、ね、高いあのシャンパンいくらでもあるんですけれども、まあ、ドンペリが一番なんていうのかな、こう、記号的ですよね。で、まあ、あの、 今ですね初めての相手とちょっとね、デートに来て、いきなりさ、ンぴりだったらさ、なんか重くないね、まあ。っていうなわけで、えーね、どれを選ぶかなって言ったら、このね、2番目のね、ハウスワインって安すぎる感じがするじゃないだから、シャルドネをね、あのー、まあ自分は選びました。ね、そして、相手にも、ねあのー、おすすめしますみたいなね、そんな感じです。 次にですね、あの、同じように初めての相手とデートに来ました。ね、白ワインメニューからどれ選びますかということなんですけれども、まあ、これですね、あの、ま、パパッと見て、あ、上からね、2番目でいいやって感じで、しゃぶりを選ぶというね、可能性が高いですよね。 ちょっとこれを聞いてる方でもうすごいもうワインに1加減あるみたいなね、お若いのに。そんな方がいたら別なんですけれども、あの、私はワインを選ぶときはもう完全にシステム2を選びます。ね。あの、まあ好きなものがなかったらもうあワインは飲みませんみたいな感じなんですけれども、あの、若いときはね、もう何でもいいから飲んでました。あの箱のワイン買ってガンガン飲んでました。ね。すごい若い時はね。 で、えっと、まあ、これはですね、どういう感じかっていうと、普段はビールを飲んでいるような方とか、まあ、梅酒を飲んでいるとか、ね、酎ハイを飲んでいるっていうような方が、こうワインが置いてあるお店に来た時に、どういう風に選ぶかなっていう、ね、ことで見られるパターンです。で、お店の方もですね、あの、2番目に置いてあるメニューを、まあ、1番目よりもね、あの、ちょっと値段も高くなってるので、選んでもらうために、 こういうふうにですね、あの、ハウスワインをわざわざ置くっていうこともあります。でハウスワインっていうのを置くことで、シャルドネが選びやすくなる、ね。選ばれやすくなる。ね。という感じですかね。それから、えそもそもですね、このようなあの問題設定だったときに、ドンペリを最初に編集して自分でね、外しますね。まあ、このこと考えないようにしましょうよ。ね。 で、あの、ただですね、あの、別の、あの、フレーミングもありますので、ちょっと違うね、フレーミングっていうのもこれから体験してもらいます。さて、ここから急にですね、問いかける問題なんですけれども、初めての相手とデートに来ました。白ワインメニューからどれを選びますかということで、ハウスワイン、シャルドネ、シャブリ、シャンパン。 そして、ドンペリ。ね。えー、まあシャン、ドンペリはですね、シャンパンね、皆さん知ってますよね、シャンパンの一番高いやつね。うん、あの、まあ世の中にもっとね、高い、あの、シャンパンいくらでもあるんですけれども、まあドンペリが一番、なんていうのかな、こう、記号的ですよね。で、まああの、今ですね、初めての相手と、ちょっとね、デートに来て、いきなりさ、ドンペリだったらさ、なんか、重くないね。 まあ、ってなわけで、えー、ね、どれを選ぶかなって言ったら、このね、2番目のね、ハウスワインって安すぎる感じがするじゃないだから、こう、シャルドネをね、あの、まあ、自分は選びました。ね、そして、相手にも、ね、あの、おすすめします、みたいなね、そんな感じです。さあ、次の問題ですけれども、告白するためにフランス料理を食べに来ました。白ワインメニューから、どれを選びますか ということで、シャブリ、ね。これもまあ高級な白ワインなんですけれども、モエシャンドンっていうね、これ本当はね、モエとシャンドンっていうんですけれども、えー、日本ではね、モエシャンドンとしてよくね、知られています。これはですね、あの、そうですね、一番有名なシャンパンになりますね。どっちを選ぶかなということです。まあ告白するためにフランス料理を食べに来たと言っても、フランス料理も高いですしね、まあ、シャブリにしておきましょうかね。 さて、ここから急にです、ね、問いかける問題なんですけれども、初めての相手とデートに来ました。白ワインメニューからどれを選びますかということで、ハウスワイン、シャルドネ、シャブリ、シャンパン、そしてドンペリ、ねえーまあシャ。ドンペリはです、ね、シャンパン、ね、皆さん知ってますよね、シャンパンの一番高いやつね。 うんあのまあ、世の中にもっと、ね、高いあのシャンパンいくらでもあるんですけれども、どんぴりが一番なんていうのかな、こう、記号的ですよね。で、まあ,あの、今ですね、初めての相手とちょっとね、デートに来ていきなりさ、どんぴりだったらさ、なんか重くないね、まあ。っていうなわけで、えーね、どれを選ぶかなって言ったら、このね、2番目のね、ハウスワインって安すぎる感じがするじゃないだからこう、シャルドネをね、 あの、まあ、自分は選びました。ね。そして、相手にも、ね、あの、お勧めします。みたいなね。そんな感じです。ところがですね、同じようなシチュエーションなんですけれども、なんとですね、この萌えシャンドンの下に、同じ萌え社からね、あの、製造・販売されている、ドンペリプレステージというのがありました。こちらがですね、なんと1杯5万円なんですね。 これが置いてあって、ね、告白するためにフランス料理を食べに来ていて、しゃぶりを選びにくくないですかというわけで、まあ、こうなると、まあ、同じ会社のね、このドンピリペリプレステージは5万円なんですけれども、萌えシャンドンシャ、ね、同じ萌えシャのものですから、美味しいですよ、ね、というふうにね、あの、まあ、優雅にね、あの、 説明をされるとですね、萌えシャンドを選んでしまうかなということですね。こちらはアンカリング効果といって、このドンペリプレステージが、ちょっとですね、怒りのようなね、アンカーの役割を果たして、心理的にですね、萌えシャンドを選ばせるという、そういうストーリーになっております。 このですね、アンカリング効果も、あのー、比較的ですね、よく使われています。あの、まあ、高価なものを置くことによってですね、その高価なもの、ね、もう目が飛び出るほど高価なものが心のね、くさびとなりましてですね、こうなんていうか、怒りね、あの、怒りね、おもしというか、その効果になって、ちょっとね、高いものを選んでしまう。なんか割安だなと思って選んでしまうんですね。こ桁が違ってますからね。はい。 正直ね、私も、あの、そういう経験あります。さて、今まで見てきたのは、先行の弱コリが満たされない例だったんですね。B という選択肢。ね、ここではですね、ワインのメニューという選択肢になっていたんですけれども、その中に、えーね、ちょっと思い出していただきたいんですけれども、X,Y,Z,W。 ね。この Z と W が、えー、先ほど選ばれなかったものですね。そして X がシャルドネ、Y がシャブリです。でそのような時には、えー、このね、2番目の、えー、シャブリが選ばれてくる。それに対して、えー、もしもですね、もう一つ選択肢が増えていて、ハウスワイン、ね、V がですね、ハウスワインです。この赤のね、V が。 ハースワインであるとすると、上から2番目ということで、シャルドネが選びやすくなって、シャルドネが選ばれてくる。となると、この X と Y を比べたときに V が出されただけですから、ね。それによってですね、この B という選択肢の中の1番が変更になってしまうというのはおかしいですね。で、B という選択肢の中で1番だった Y が、 ね。その B を含んだ C という選択肢の中で、一番として選ばれてこないというのはおかしいです。先行のジャッコリについて、ね、説明した時に、稲毛で一番の、えっ、ー、とね、一番その牛丼を食べるのに好きな場所はどこかと言ったら、それは稲毛の吉野家だということで、この、 y を選んできたはず。なのに、その y が千葉の、えー、牛丼を食べるところからは選ばれてこない。で、えーね、この稲毛にもあるよ、あのー、すき屋さんに行っているというようなね、そういう感じになってしまうんですね。だからまあちょっとですね、ワインの例では先行の弱行理が満たされなかったということになります。 これはですね、洗濯をするときに、あの、そもそもですね、牛丼に関しては何回も何回も洗濯していて、ね。で、また、あと、例えば私の場合だと、あの、すき屋さんが、あの、決して嫌いなわけじゃないんですよ。結構、あの、竹芝にいるとすき屋さんばっかり行ってるんですけれども、あの、学校からですね、あの、駅までの道中にあるっていうこともあって、あの、吉野屋さんに行ってしまっているっていうのもありますので、まあ、 その、まあ、簡単に言うとですね、いろんな理由があって、一番として選ばれてきているところが、もっと大きな就効になったときに、他の何らかの理由によって選ばれてこないといったことがある。ね。もしそうであれば、先行の弱行量も満たされません。ね。 で、それがですね、ワインの例だと比較的、あの、レストランのね、メニューの例だと、この先行の弱降りが満たされない例っていうのが、もう実際に利用されているというところを見ていただきました。これに対して、アマルティア線というですね、あの、どちらかというと、えっと、まあ、ノーベル経済学賞を取っているんですけれども、 あの、貧困の経済学ということでこう、貧困にね、焦点を当てた経済学として、経済学者として有名なアマルティア線はもとも、も、そもそも数理経済学者、ガチガチの規範的な数理学者でございまして、まあ、つまり、クラシックな考え方で、その、経済、ね、人々の行動を観察しているんですね。で、そのようなアマルティア線が、えー、ね、か、あの、 なんていうのかな導き出しているというか、気がついていた先行の弱行理が満たされない例なんですけれども、えー、このね、絵を見てください。ここではですね、C ね、より大きい集合の方がですね、リンゴが2個、マンゴーが2個入っています。その時には、えー、ある人の、ね、選択はマンゴーでした、ね。私だってね、マンゴーって1個をね、あの宮崎のマンゴー1個1万円じゃないですか。 ね。もしマンゴーも、あの、リンゴも食べられるってなったら、私、リンゴ大好きですけれども、まあ、それはね、マンゴーを取っちゃいます。ね。で、ところがですね、あの、同じ皿の上にですね、先ほどは大皿の上に、リンゴが2個、マンゴーが2個乗っていたんですけれども、それで私はマンゴーを選んできたんですけれども、 えー、次にですね、リンゴ、リンゴ、マンゴーというですね、リンゴが2個でマンゴーが1個しかなかったときに、なぜか私はですね、リンゴを選んだ、ね。まあ、その行動を見た、ね、アマルティア1がですね、どう考えたかということなんですけど、うん、この人は慎み深いですね、こう人で。従ってこの、まあ、自分がですね、この大皿をね、こう独り占めできるんだったらいいんですけれども、 自分だけではなくてですね、例えばこう、あの、私たちなんかもう学会とかでね、それからあの、もう、まあ、順番並んでですね、カフェテリア方式でこう食べたいものを取っていくっていうのはよくあるんですけども、自分だけではなくて自分の次にも、あの、選択しなする人がいる、ね、並んでいてですね、そういう時に、本当はマンゴーを食べたいけれども、ね、ちょっと自分がマンゴーを取っちゃったらもうそ次の人もリンゴしか選べないじゃないですか、ね。 この、あれですよ、大皿に、このね、選択集合 B の場合で、マンゴーが1個しかなくて、リンゴがね、2個乗っているという時に、マンゴー取っちゃうと、次の人はリンゴしか取れないということで、ちょっとね、それは、あの、なんていうのかな、やっぱり次の人にもね、選択肢を残してあげようということで、とても真摯な、ね、とてもあの、慎み深い、こうね、とても他人に対して優しい気持ちで、泣く泣くリンゴを選ぶと。 で、このようなことをもし私がした場合は、これはですね、10個の結果として先行の弱音に満たされないという例になりますので、ここではですね、システム中、2、中だって、2を十分に発揮して、えー、ね、その結果、好きじゃない方の、まあ好きだけど、より好きなマンゴーを選ばず、リンゴね、より好き、うん、そうですね、うん、リンゴを選ぶということになります。 で、このような、あのー、今説明したですね、大皿に乗った果物を自分だけが選べる、ね、選ぶんじゃなくて他の、まあ、特に自分の後の人が選べなければならないっていう時に、その、まあ、 あとの人のために自分が我慢するっていうような行為って、すごい立体的な行為ですけれども、これにちょっと似てるのが、関東の一つ残しに似てますね。まあ、ちょっとかっこいいからなのか、他人の評判っていうか、そこでこう、一個だけね、美味しかったものが大皿残ってる時に、遠慮して、あの、食べないということで、最後一つまで残っちゃう。ね。こういうことよく、あの、あります。で、これはすごいなんだろうな。 日本人らしい美徳だなと思いますけれども、まあ、このようなケースが、あのまあまあ、ヨーロッパでもあるということになりますね。アマルティア1000は、えー、パーティーなどで、まあ、やっぱり、えーっとまあ、今説明したようなですね、次の人に選択肢を残すために自分が遠慮して、そんなにこう魅力的ではないものを選ぶことがあるんじゃないかなっていう例を、ね、説明をしていました。 さて、そしたらですね、あの、まあ、先ほど説明したのは、あの、観察された事柄の、ね、から、その選考をね、調べるのはすごい難しいな。本当の選考っていうのを知るのは、本当に難しいな。しかもそれが、システム1から起きてるのか、システム2から起きてるのか、どっちなんだろうどっちもあり得るよねって話だったと思うんですよ。で、 えっと、そもそもですね、選考の理論ね、合理的な、あの、選考の過程を置いてですね、で、その、以下に言うような、完備性、単調性、推移性独立性、これらが、えー、満たされているときだけ、えー、検事選考の理論っていうのが成り立っているわけですから、まあ、その、こういった合理的なね、 あの、先行の過程、どれかがね、満たされないのかな、とかっていうことを検証していくっていうことも行われています。うん。まあ、この中では独立性はね、割と一番壊れやすいっていうことで、いろんな例でね、もう分かっているんですね。で、これからあの、一年間、じゃないや、ごめんなさい、半年勉強する中で、この独立性の、あの、破れっていうのは、えく、ー、じを使ってですね、説明をしていくことになります。 でもね、あの、日常生活で多分この水性が破綻しちゃうこともよくあるし、うーん、単調性はね、あんまりそうですね、ダイエットの時だけはね、単調性も満たされないとかあるんですけれども、まあ、完備性もね、どっちが好きか言えるっていうのもね、うーん、どっちだろうな、なんかわかんないなっていうこともありますよね。まあ、それなので、なかなかですね、この実際合理的な過程、 をね、合理的な選考の過程を置いていいのかなっていうのは、なかなか確かに難しいところがあります。で、何よりも問題なのは、これをですね、また検証するのっていうのがなかなか難しいんですよね。今日説明してきたのは、えー、一つのね、観察された事柄を説明するのにも、いろんな仮説があるということです。そして、その仮説検証がいかに難しいのかということについて、えー、考えてみましょう。 これはですね、ちょっと珍しいんですけれども、私にしては、記述式で、えっと、皆さんに問いかけたいと思います。KCN に、えー、今から申し上げる問題を書いてください。え、ダイエットの方法として、カロリー制限がいいのか、糖質制限がいいのか、ね。まあ、こういった、あの、二つのね、方法について結構ですね、いや、あの、何を食べてもいいんだよ。カロリーだけが大事なんだよっていう人もいれば、いやいや、カロリー、 ね。もの、あの、何か食べ物の内容はカロリーじゃないよ。ね。あの、なんだっけ。えっと、プロテインと、それからオイルと、それから炭水化物のね、バランスだよっていうね。そういうふうに考える方もいます。で、どちらがダイエットに有効なのかっていうね、この論争について、これをね、なかなかその、どまあ、どっちもどっちだよみたいな感じで、こうね、こう議論がずっと続いてるわけじゃないですか。 これを証明するのがどうして難しいのかなっていうことについて、えー、ちょっとですね考えて、まあ、簡潔に説明してみてくださいそうですね文字数としては300字までぐらいまあ、300字長いな200字までで書いてみてくださいよろしくお願いします